って、マジでなんか重要な要件がなかったとか。待って、マジで何だっけ、マット動画じゃないの。あ、タグ選択を誤ってほしい。なんだこれ、記憶障害かも。いや、本当になかった。マジでなんだ、え、ちょっと待って、なんだっけ、マジで伝えられる車輪になってない、なんだっけ、もういや、もう忘れなきゃ。オッケー。いや、多分車輪になるから大丈夫、俺を信じろ。じゃあまた、うん、それ敵のシールドを割ってやった。ごめんね、電話かかってきちゃった。声が出てる。いやもうたまなんかやばいこと言ってたらどうしよう、シャレにならないかもしれないとか、うん、たまにシャレになるって言ったけど、関わった方が負けだったんかな。まだ3つだから、もうたまがいいと思う部分もあるけど、一応まだ分かってないのかな、私は。この人がな、女の子でなんならモンハン女子だったら俺使ったかもしれない。奥さん。ああ、イカちゃん。イカくんだろうな。イカくん。イカくんだろうな。うん。え、今。こいつのさって言われた気がするんだけど。いや、こいつって言われた気がするんだけど、気のせいかな。ああ、今、
スッキー先生に襲ってるから。やってきていいよ。いい。あと先生じゃん。終われた。じゃあランク1。これ強くね？待って、これ最強すぎてやばいよな。ワンチャン俺爪当たるんけど。いやまだそう思うけど、まだ一応可能性としてはなんかアイなんとかコートがコートがコートがアイズ多分潰せる。中国人だからよくわかんないけど。なんなら全然普通にサーバーに中国人だから一緒にすんな。擦るぞ。ネメシス、あ、ネメシスね、あのボルトとハブ擦るぞ。しゃぶながらちょっと擦られたくないよ。いや、あ、一文字でも喋ったら擦ろうと思ったけどな、カット。わあ、せっかく擦ってあげようと思ったのに俺の。俺の純正コントローラーって。なんかやっぱりワットソンって打ち合いが求められてない気がする。そうだね、フェンスやって 1v1 を作る、 1v1 を勝ち合ってするみたいな戦い方はあるけど、俺がそれだったし 1v1 絶対負けなかったもん CS の時。なかなかパーティーにワットソン欲しいですっていう人たちがいないから、肩身が狭いというか。そう、俺も正直ワットよりカタリストが欲しいからさ。でもワットとカタリスト集まったら最強だと思った。でもどっちか一つでいいかな。ホライゾンカタリストシアとかが俺好きだからさ。あとなんだっけ、カタリストホライゾンバンガとか。いいとこだ。こうだな。あっちに敵よ。銃声聞こえた。イエスだ。マジどこだ。全員フルパンだよな。リングエイトも残り10秒。さあ急げ急げ。ああ爪痕無理だ。終わった。やり椅子持ってるし。あそこに敵がいる。ダッシュスターが2つ。スターですね。緊急脱出を開始。ケアパッケージ効果。タックスか。向こうにケアパッケージがあるわ。やっ
ぱワールドエッジ敵倒しにくいな俺。どこが一番倒しやすい？ドラクーン、オリンパス。俺どっかの誰かさんに言われたもんな、オリンパスには切れてえぐいって。オリンパスとチンパス、1日中オリンパスだったら1日300キリいくんじゃない。シールドを一応に中に行くとね、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 シールドを一応に中に行くとね。誰かがここを通ったら分かるようになった。敵のシールドを追ってやった。ダメな材料よ。敵がダウン。ベースを展開。回路が完成。チャンピオンとなりました。多分13キル。本当や、13キル2900か。